で締められとったら 100% 耐えられへん。あいつちょっと頑張らないけど、あそこたちは感覚がいない。そうですね。あっちは全然別世界だ。なんか2丁目くらいじゃないですか、こちらも。そうっすね。でも身内感やっぱ結構強い。まあ、まあ、常連になっちゃうよ。確かにね。なんかよくしてくれそう感もあるよね。はい。あ、案内状着きました。めっちゃ呼ばれてる。4時間も歩いたらもうスニーカースリッチできるかなと思ったんですよね。やばいな、マジで。よく歩いたね。はい。2時から、まあ3、4、5、まあ、5時半ぐらいですかね。2回以降、絶対、一緒に集まった方がいい。そうですね。でも、ねえねえ、ちょっと待って。ほら、こっちこっち。そこの可愛いお姉さん。今日はどこ行くの？歌舞伎町のホストクラブ。それだったらいいとこあるよ。ようこそ、目を通って。ごめんたち。Thank you.
もう身内じゃないの。そんなの冗談聞かない。Yes.